部屋に入ってきたもの俺はいわゆる人よりも見える方で小さい時から幽霊をちょくちょく見ていた中学を卒業して高校生になる頃にはほとんど見えなくなってまあ今ではさっぱりなんだけどそんな俺が経験した 一番怖い体験を話します俺が中学二年生の時当時俺の親父は小さな建設会社の現場主任みたいなのをやっていて俺の家もその建設現場にあるプレハブ小屋の2階になっていたちなみに1階は事務室になっていた ある日学校が終わり家に帰った俺は外の階段を上り家のドアを開けた開けた瞬間何か嫌な感じがした「ただいま」しかし返事がない俺の家は玄関を上がると 直線の廊下になっていて奥にトイレがある左側が風呂場で右側に居間があるんだで靴を脱いで居間に入ったと入った瞬間急に体がだるくなったはあなんだこれ。 金縛りとかは何回か経験したことがあったんだけれどそれとも何か違うなんというか急な眠気に襲われたっていう感じ俺はそのまま今のカーペットの上に倒れ込むような形で倒れてしまったどのくらい眠っていたのかはわからないけど 俺は目を覚ました今のベランダのカーテンの隙間からは夕日の光が差し込んでいたまだ体のだるさが取れていないうつ伏せのまま「はああ体のだるさが取れるまでもう一眠りしよう」と そう思った瞬間ズルッズルッズルッと廊下から何か音がしたはなんだズルッ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 その音はトイレ。 廊下の奥の方から入り口に向かって聞こえてきていた「この音母さんじゃないよな」みたいな感じに思っていた気がする「頼む早くどっか行ってくれ」って念じながらうつ伏せのまま横になっていた。 ずるずるずると音が今の扉の前で止まってしまった「うわや,やべえ」とそう思った瞬間ガチャッドアのノブをひねる音が うわあ入ってきちゃったよ体はだるかったけどそれでも逃げなきゃって思い我慢して状態を起こしたがその時ガクンと何かが俺にもたれかかってきたほんとものすごい勢いで 一瞬女の顔が俺の顔の真横まで来てすぐ後ろに戻っていった髪は黒くて長かったでも顔はすぐ近くにある「はははと息遣いが耳に当たる 右側にはその女の腕が俺の肩に乗っている感覚があるちょうどおんぶをしているような感じで「はぁ、はぁ、はぁと息遣いはなおも続いている俺はどうしようか考え 近くにあったソファーまで張っていくことにしたその女をおんぶしたまま体がだるいのと怖さを我慢して俺はソファーまで張っていったソファーに肘をかけて上体を起こしやっとのことで ソファに座ることができたがそれからすぐに眠ってしまったようで起きると部屋の中は真っ暗になっていた体のだるさはもうなかったあれは何だったんだろうかすごいリアルだったんだけどでも 夢だったのかなって思いながらソファーを立ち部屋の電気をつけたそこにはソファーの方まで引っ張られたカーペットがあった。 人生私が十二歳の時両親が他界した私には三つ年下の弟がいたんだけどそれぞれ別々の親戚に引き取られた一ヶ月も経たないうちに親戚の 私に対する態度は冷たくなり私は高校進学を諦め工場に就職し一人暮らしを始めた私が十七歳になると同時に弟を呼び二人で暮らした弟には世間並みの生活を送らせてやりたいと思い 昼は工場夜は水商売で何とか弟を高校に入れることができたそれから三年弟は高校を卒業し東京で働くと言って上京していってしまった私は夜の仕事を辞め 近所のスーパーで働くことにしたスーパーパの社員さんはいい人ばかりで働きがいがあったパートの人たちとも仲良くなれて毎日が楽しかった職場で恋人もできた。 今までの人生で恋愛や遊びなど経験がなかったんで毎日がとても新鮮だったそんなある日出勤時に急いでいた私は不注意で車にはねられた私は車に乗り上げそのまま2 0ルほど飛ばされてしまった その瞬間今までの人生が走馬灯のように駆け巡った気がつけば病院だった病院のベッドで私は考えた人には幸せ不幸せの量が決まっているんじゃないのかって 私が恋人を作ったり職場の人と楽しく遊んだりしたからチが当たったんじゃないかって幸い右の腕が折れただけでしたがいろいろと検査をしてもらうと肝臓に障害が見つかりそれで検査入院をすることになりました 入院生活を送っていたある夜消灯後なかなか眠れずいろいろと考えていました「私は何のために生まれてきたんだろうこんなつらい人生なら生まれてきたくなかった」 そう考えながら横になっているとふと背後に気配を感じました「あれ看護婦さんいたのかな?」と思い慌てて涙を吹き振り向くとそこには両親がいました私はびっくりして 声を出すことができなくて夢でも見ているのかとすると母が私の頭を優しくなでながら「ごめんねごめんね」と繰り返し言いましたその横で 父は悲しそうな顔で私を見ていました私は懐かしさと今まで耐えてきたいろいろなつらさが一気に爆発して大泣きして母の腰に抱きすがりましたふと気がつくと そこには誰もいなかったんですけど母に撫でてもらった感触母の香りは鮮明に残っていました今では一時の母となり幸せな毎日を送っていますもし我が子があの日の私のようなことを言えば 私はとても悲しいです。きっと私の両親も私がくよくよしているのを見てとても悲しくなり私を慰めに来てくれたんだと思います。 廃墟探検俺の友人で廃墟マニアなやつがいた「なあ廃墟に行こうぜ車でさ」と友人の A はいきなりそう言って家に来た「えー、俺怖いの嫌なんだよ」 大丈夫だって怖かねえから。へえ、うそくせえな。と、そう言いながらも、つい A の口車に乗ってしまった俺。A の車に乗ると、お,お来た来た、来ましたね。と、 別の友人 B が嬉しそうに言っていたちなみに B は霊感があるこうして俺は廃墟マニアと霊感野郎の2人に囲まれて T 県にある廃墟の R ランドへと向かった昼過ぎに T 県に着いたんだけど A は「さてとまだ時間も早いし山でも行きましょうかね」などとのんきなことを言うんで「いや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 明るいうちに早く行こうって」と俺が言うと今度は B が「まあまあまあやはり廃墟は夜に行かないと駄目でしょう」。 とアホなことを言い放つはあ、そんなもんなのかなと俺が言うとうんそんなものですと B がで結局山に行くことになってしまった山では B が余計な霊感を働かせ、「うわーいる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 あそこのほら木の上ぶら下がってるねそこの道路の端にもうわー血だらけだ」と「俺はこの野郎」と心の中で思いながら。 なるべく B の指さす方向を見ないようにしていたその様子を見ながら A は「お B 絶好調だね」と本当に嬉しそうな声で言っていた頂上に着くと A は「さてと早めの晩飯でも食っておこうぜ」 というその A の提案により頂上のレストランで山菜天ぷら定食を食った後に土産コーナーへと移動した A はゴム製のモーニングスターと安全祈願のお守り B は古すぎて新しいと 目玉の飛び出る骸骨のキーホルダーとビニール製の刀俺はおもちゃの弓矢セットかっこ矢の先にゴムの吸盤がついているやつを買ったよし早速装備しようぜ装備あと一人いればドラクエですねと ななことを言いながら、夜になるのを待った。夜、アールランドへと向かった「はあ見えたあれだ」と A が指さす方を見るとそこには異様な雰囲気の遊園地が見えた。 え、あれ廃墟なのああすんげえだろとその時点で俺はかなりビビっていたそして車が遊園地に近づくと B が「うわうわうわあそこの2階見てみてください女の人立ってますよ」 という A は「よっしゃ来たかいあったな」と喜ぶ俺は廃墟プラス0という状況に泣きそうになった A は「よしじゃあ行くかあ一応武器は装備していけよヤンキーとか不老者がいるかもしれないからな」 それを聞いた B が「幽霊より生きた人間の方が怖いですからね」と言っていた二人は片手に武器もう片方の手に懐中電灯を握りしめて降りていった俺は車の中に残ってようと思ったが 一人になる方が怖かったので一緒に車を降りたこの時点での各々のの装備はこんな感じ A は武器にモーニングスターゴム製だけど先についたトゲ付きの鉄球はかなりのダメージを与えられそうだ片手で持てるから 懐中電灯とのダブル装備が可能となっている懐中電灯はかなりの範囲を照らすことができるまた B は武器にビニール製の刀を装備していた叩きつけるのには不向きだけど突き刺せばかなりのダメージを与えられそうだこちらも 片手で持てるから懐中電灯とのダブル装備が可能となっていた対する俺はというと武器はビニール製の弓や肝心の矢の先がゴム吸盤のためダメージはないに等しいしかも両手を使わなければ攻撃できないさらに矢は1本 しかも懐中電灯を持ってこなかったので友人の車のキーについているレーザーポインターを代わりに持つことにしたこの武器のチョイスに失望した俺を A と B は「うわぁ何そのレーザーポインター照らす範囲狭っ」とか「うわぁその格好を笑えるんですけど」と ゲゲラゲラ笑っていたよそれはさておき中央には2階建ての建物右手にはボロボロになったジェットコースターなどの乗り物左手にはドーム状の建物があったはじめに左手にあるドーム状の建物に入った どうやらここは室内プールか温泉だったようで別にこれといった収穫はなかった次に真ん中の建物 B が2階の窓から女が見えたというあれだ建物の1階の中に入ると真ん中に大きな穴が開いていて 中をのぞくと下は池のようになっていた一応地下に降りる階段もあるけど途中からは水没しているため降りることはできなかった大きな穴をのぞきながら A と俺は「うわ怖えこの穴に落ちたら最後だな」。 いやーこれ不気味だなーと言っていたすると B が水の中よーく見てみてくださいかわいそうになーこの穴に捨てられちゃったんだろうなーまだ子供だよ一生懸命這い上がろうとしてるんだろうなー、はあ あまりここには長居しない方がいいかもしれませんね。と言った瞬間上の階から「トントントン!と」と叩きつけるような音が「えななにな何にな?に」と俺は上から落ちてくるホコを浴びながら弓矢を構えたすると B が 出てて行けってさという「よし出て行こう」と俺が言うしかし A は廃墟マニアとしての血が B は幽霊が見える安心感からか出て行こうとはしなかった結局俺は半泣きになりながらも A の袖にしがみついて一緒に行動する羽目になったその間も2階からは「トン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 トクラント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 ン 狭くなってる気がした「おいおい倒れたら置いてくからな」と A が励ます「いいですかゆっくり上がってはいけません一気に行きますよ」と B が2階へと続く階段の手前で言ってきたさらに続けて ゆっくり行きますと恐怖がだんだんと強くなりますからね。勢いで恐怖を打ち消しましょう。行くぞーと。その行くぞの瞬間、なぜかアントニオ猪木を思い出し、なんだかおかしくて少し気が楽になった。B の言う通り、 三人で一気に階段を駆け上がった俺は一番後ろだったのであまり怖くはなかったそして二階に到着が誰もいない静まり返っている A と B は部屋中を懐中電灯で照らすんだけど ただモアモアとほこりが待っているだけだった「あれさっきまで気配はあったんですけどね」と B は残念そうに言うが俺にしたらうれしいことだった「なるほどなあ」と A と B は ずんずんと先へ進んでいってしまったので俺は急いでその後をついていくそして部屋の真ん中あたりに来た時だろうか下の階から「タン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 ン」とものすごい勢いで階段を上がってくる音が その時点で階段に一番近いのは俺だったその音を聞いて何も言わず逃げる A と B その後を追いかける俺で後ろからは「シュッシュッシュッ」<noise> 声と声だか音だかわからないものが聞こえてきた B が叫んだ。やばいやばいやばい,やばい走ってくるのはやばい建物から出ましょうと俺の真後ろでは「<笑>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 と鼻息のような音がだが建物から出た瞬間それは 聞こえなくなったような気がした実際はそんな余裕はなかったと思うとにかく建物を出たところで A と B が待っていた「はあやっぱりやつは建物からは出られないみたいですね」と B が言うと その言葉を聞いた A は、ふっ、惜しかったな。俺の武器をお見舞いしてやりたかったのに。と、モーニングスターをブンブンと回し始めた。が、回す勢いが良すぎて、鎖の部分が切れて、鉄球は明後日の方向へと飛んでいってしまった。 すると、A、が俺に向かってよしこうなったらお前の弓で霊を攻撃しろと言ってきた俺は「絶対に嫌だ」と言うと「じゃあ俺が」と A は俺の弓矢を取り上げて思いっきり弓を引っ張った。 が引っ張りすぎて糸の部分が切れてしまった A の手元に残ったのは鉄球のない棒と糸の切れた弓や「<laughs> これじゃスライムも倒せねえ」と A は悔しそうな声で言ったその状況を見ていた B が まあ、とにかく早く帰りましょうよ」とその意見に大賛成した俺は素早く車に乗り込んだそして全員が車に乗った時に「ガンカ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 ン」と建物の2階の窓枠が激しく揺れ始めた。 刀刀と A が言うと B はいやいや届きませんからと言ったこうして俺にとっての初心霊体験の夜は終わった帰りの高速で B がまた来ましょうね と言ってきたけど俺は固く断ったはいということでどうも皆さんこんばんはごま団子です、えー、今日も三つほど怪談話を読ませていただきました、えー、今日もですね えーまあ、ちょっと今絶賛風邪をひいてますので、えー、このおまけのしゃべる部分だけはあめをですね舐めながら喋らさせていただきたいと思いますちょっと咳が出ちゃうのではいまあ今日三つお堂階談話を読ませていただいたんですけども2、まあ、つ目はまあその感動系でしたねついこの心がほっこりとするような。 えー、お話でしたね両親の幽霊が出てきて、えー、慰めてくれるっていうお話でしたけども、まあ、非常にあのほっこりくるしいそして僕はちょっとね涙が出そうになりましたね一、えー、年一年ですね年を取るごとにですねどんどん累線が弱くなっていってる、えー、私でございますが、ね、非常にいいお話でしたね、えー、で3つ目のお話ありましたけどもこれね読んでる途中でね何回もちょっと笑っちゃいましたね実は。 最後ら辺の映画ですねちょっともう混乱しちゃってあの武器をブンブン回してねあの壊しちゃうシーンとかねまあその他いろいろ面白いシーンがあってねなんかこう怖い話なんですけどもなんかこう笑いながら読ませていただけたというかなんかすごい新鮮な気持ちで読ませていただいたお話だなとまあそういうふうに思いましたねはいということで 本日は3つほどですね、えー、階段話を読ませていただいたんですけども、えー、まあ怖いお話あり、えー、感動する話あり、えー、あと面白い話ありで、えー、とてもですね心がいろんな気持ちになれて、えー、非常に僕は幸せでした、えー、読ませていただきありがとうございましたでまたこんな風声で読んでしまって本当に申し訳ございませんでした、はい 早く直しますはいということで、えー、ここからは雑談コーナーになるんですけどもまあ今日一応あのお休みということで、えー、一日まったりさせていただいたんですけども、えー、今日の昼ぐらいにですね昼かなあれ何時頃かな昼過ぎですかえー、っとですね久々にサブチャンネルの方で <laughs> えー、生放送でゲームやりましたね。で、ね、いろんな、ね、コメントいただきありがとうございました。いやなんかねあのー、久々に生放送やったらすごい楽しくて、ね、皆さんとこう話してるのがねなんかねやみつきになりましたね。<laughs> えー、本当にね話していただきありがとうございました。 まあそんなこんなでですねまあ今日その生放送でゲームやりながら思ったのが、えー、近々またラジオやりたいなと、まあ、そういうふうに思いました <laughs> まあラジオ最近そういえば全然やってなかったなと思って前回やったのがだって1ヶ月ぐらい前ですかなのでえちょっとラジオをねまたやろうかなとまあ、そういうふうに思ってますはい。 えー、まああのまたですねラジオをやる時になったらツイッター、Twitter、とか、えー、またはこの雑談コーナーでねまたお知らせをしようと思うんですけども、えーまあ、近々、えー、ラジオをやりますのでぜひぜひ、えー、またお越しいただければ幸いですはいまあいつもラジオをやる時に内容が決まってないんですけども まあでも多分次にやるラジオの内容も、まあ、いつもと同じようにまあ朗読を少ししまして階段、まあ、ですね階段の朗読をしてあとはまあ雑談とかして、えー、まあ終わろうかなと、まあ、思ってますねはい、はい、まあやる日時が決まり次第ですねまたお知らせいたしますので是非是非よろしくお願いいたします ということで、えー、本日もご視聴いただきありがとうございました、えー。チャンネル登録がまだお済みじゃない方は、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録していってください。えー、チャンネル登録をしますとですね、僕の動画の更新通知と、えー、あとはですね、まあ、先ほど話した、まあ、ラジオの、えー、配信通知などが来たりしますので、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録していってくださいませ。はい ということで、えー、本日もご視聴いただきありがとうございましたまたいやもう本当に申し訳ないと思うんですけどもこんなあの風邪声で、えー、朗読してしまい本当に申し訳ございませんでした本当にね早く治せるようにねあの努力してるんですけどなかなか治らなくてまあ早寝早起きとか薬飲んで早く寝るみたいなのやってるんですけどまだちょっと治らないですねうーん まあそんなわけでしばらくこの声がちょっと続いちゃうかなと思うんですけども本当に申し訳ございません <laughs> と思ってます本当にはいまあ早く直せるように頑張ります、はい、ということで、えー、本日もご視聴いただきありがとうございました、えー、ではではまた次の動画もしくはラジオでお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい